おはようございます。カイチです。では引き続きやっていきます。皆さんお帰りなさい。お、選べますね。注意いきましょう。先ほどの上位をクリアしてから15分20分ぐらいの休憩を挟んでやってきましたからね。ちょっと疲れてはいるんですけど、気になりますね、この注意がどれほどのものか。そもそも上位が難しかったんで。あ、次バトル系じゃなくて、あ、バトル系だわ。ゴブリンがある。謎解き系かなと思ったけど違ったな。するか。ちょっと待った、いきなり狙われたくない。武器何にもなし、何にもなし。おし、ナイス。上がっちゃうよ、多分。そうか、爆弾使えないね。矢はあるけど弓がない。ちょっと待って、きつえ、一発弾が食らったかも。食べ物が。おお。それはどこだ。いきなりバレた。
ちょっと待って、爆弾や。面白いな、これ。おれや。やばい。爆弾やか。でも矢を4本使ってあれを落とすっていうのもあれね、風船割って落とすって言っても矢がもったいない気もするもんね。いきなり来た。35本あればいいか。爆弾くんが一番危ない。うっそ。左上のとこか。これだな。君は氷か。どこ行こう、どこ行こう。中央突破するっていう手もあるけど、とりあえず影に隠れて、それで君たちか。よし、届かないね。軌道変わるか。よいしょ。よし、とりあえず矢だけだね。矢を持ったやつだけ。お、まだ生きてる。よし、うん、最高。よやばいな。あれは、いや、ブーメラン、ブーメランか。できれば爆弾で片付けたいけど、そうなの、あんま攻撃力の高いやつはないんだな。バレたら終わる可能性もある。いや、よし、とりあえずなんとかなった。ここで油断するパターンが怖いんだよね。うっ、バレるんだ。疲れたら終わるな。ダッシュ。よし、現状確認。
いや、いつかガーディアン来ると思ったけどさ、早くない？注意ですけど。ね、他は一体とりあえず一体か、なんとかなのかな。いやー、もうガーデン、あ、やべやべ、違う違う、ここだな、ここだよ。よし、なんもなしかい。あ、よかった、割と早かったな。いいね。ちょっと松明持ってきた方がよかった。マジか。しまった。どいつにバレたんだ。君か。よかった、明るくなって。メッセージ性を感じたな。今後はこういうトリッキーなこともするよっていうような、新しいこともやっていくよっていうようなメッセージを感じたね。そう、見られる。普通に敵がいるね。うっそ、わかる？っていう名前だっけ。あの水辺にいるやつがいるね。速攻で倒した方がいいな。これでいくか。これでわかる？わからんね。使えないんだ。くっそー、好き放題してくれるじゃないか。いや、弓矢が、あいつは先に、これ、やりか。よし、あいつだ。2体か。ちょ。見失った。おお、
とりあえず行った。どこに行った？めっちゃ食らっとるやん。あれか。火炎放射ちょっとやばいよね。あか、見えん。一応マニュアル通り転がしていくな。あ、入らん。そんなもん持っとるね。慎重に。また？ちょっと待って、いきなりバレたよね。あ、バレてないわ。あれ氷？あ、じゃあ炎か。氷はあるな。あいつは始末しよう。ま、面白いっちゃ面白いな、なんか。よし、来い来い来い。来い来い来い。これはめっちゃ使える。あれは攻撃的にゴブリンだったんだけど、爆弾あるかな。ちょっと爆弾あるかもしれないという期待を込めて丸爆弾を投げてみよう。ゴブリンだね。一体ずつ一体。どこ行った？全然見えない。武器あるな。あ、でもやっぱ強いものから順番に使った方がいいのかな。なんかどんどん新しいの手に入っていってるし、そうするか。2体はいる。